1966年撮影ジミー・ディーンは、アメリカのカントリーミュージック歌手、俳優、実業家。ジミー・ディーン、ナインパウンドハマー、テキサス州プレーンビュー生まれ、母親からピアノを習い、ハーモニカやアコーディオンも得意になる。空軍在籍中、ナイトクラブで軍人グループの代役でアコーディオンを演奏したのが、きっかけで、そのままグループの一員となる。除隊後、 放送局で働きながら音楽活動をし自分の番組を持つようになる。1961年ビッグバッドジョンでビルボード誌で全米1位を5週間記録する。1964年には ABC テレビでジミー・ディーン賞を持ち、1971年には007ダイヤモンドは永遠にで映画デビューする。晩年はレストランのチェーン店やソーセージを製造する。 ジミーディーン・ミート・カンパニーの系統に力を注いだ。2010年6月13日、バージニア州の自宅で死去。81歳没。米カントリー歌手 j ディーン氏が死去。81歳。ロイター。h t t p j p r イタ t e r c o m アーティクル。エンターテインメントニューズ。 エジップジャポンマイナス15兆8273億2010万6152010年6月15日、閲覧。ありがとうございます。